台湾鉄路管理局勤務所新築勤務団。新築勤務団は、台湾の台湾鉄路管理局機、務所に所属する、車両研修組織。東園市山桃もの富岡車両基地を主要な拠点とし、主に中間線及び内湾線、六野線の旅客車両、北部の貨物車両の研修、線上を担当している。旧新築勤務団、現、南新築機。 ストム文中書道場内区力、ストム文中書の電気機関車庫1942年2月に新築機関庫内の部署として車両研修業務を担当する新築権車文書が発足。その後台北検者区新築権車文区となり、戦後は新築権車文書を経て1948年5月に新築権車分団へ改組。 2004年7月の組織再編施行により新築建社分断とともに新築機務団に合併された。新築駅にはもともと戦前の台湾総督府鉄道時代から車両整備の拠点として機関庫があった。1943年12月に交通局鉄道部運転課に属する新築機関庫から鉄道部業務課及び台北鉄道事務所参加の 新築機関区となった。戦後は台湾小鉄路管理委員会事務所及び台北弁事どころ所属を経て台湾鉄路管理局事務所新築機務団となった。校内にはかつて線形機関庫があったが通勤電車の導入に伴い撤去され1990年に電車研修戦となった。2017年11月に冷水した運転士が校内で 脱線事故を起こしている。2018年3月より移転業務に着手、4月9日に工具や設備の移動を行い、11日から代用工理車として EMU400 型による専用列車が27日まで運転された。4月20日富岡に正式移転し、新築駅構内にあった元の木無団は南新築機、つと分駐所に格下げとなった。 以下の区間車用電車が配属されている。ありがとうございます。